清水隆トナカイと奥村幸サンタのうちの茶の前へようこそ。さあ今日も始まりました。僕たちのこの番組はまるで昭和のお茶の間からあなたのお家のお 茶の間にいらっしゃる、そうあなたとおしゃべりを交わしているような番組をお送りしたいのです。お茶やお菓子などご用意をしていただき、ごゆっくりお付き合いください。サチさん今日もありがとう、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は清水さん、はい、あれですね、はい、神の神様降臨しまくりですね。ね、神の神 神様がね2回間だな。さあね、今後も何回本領発揮何回出てくるでしょうか、はい、神の神様ということでね、はい、今日はですね、はい、お茶の音もご用意し、はい、いつもねしてるんですけども、うん、今日はなんとじゃじゃーん、はい、たぬき味噌ということで、はい、いつもね和菓子だったり洋菓子だったりなんですけれども、はい、そうそう今日はちょっとね、うん、ご飯のお供なんかを ねご用意させていただきました。清水さんこちらの紹介お願いします。はい、しがらきの滋賀県甲賀市しがらき町、はい、あのたぬきで、うん、僕トナカイ言うけど、ね、あの、で有名なしがらき町の、沢善さん、沢善幸せ創造館さんっていうところで、しがらき名物として売り出してらっしゃいますたぬき味噌です。はい、ね、はい、たぬき味噌ね、はい、さすがしがらき、うん、ね、でもたぬきのね焼き物の、そう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 、はいはい、ここはい、トナカイがタヌキに見えるから不思議ですよね。本当にね。今日はトナカイですけれどもね、はい、信楽はタヌキの、ね、焼き物が有名ですのでね、 そちらからお名前もしかしたらつけておられるのかもしれませんね。製品の名前はタヌキ味噌っていうのはもう信楽のね、この絵に描いてるように、本当だ本当だ、タヌキの焼き物、もう信楽のシンボルの製品、はいはいはい、もう全国に出荷されてる、世界にも出てるん違うよ、ね、そうですか、そうですか、ね、うん、こちら一瓶おいくらぐらいなんですかね。これはね、850円、850円、はい、税込みですね。税込みかな、はい、はい、850円。そしてですね、あのセットもセット売りもされているということでね、うん、うん、これを調達しに行った時には、はい、2個入りの箱、3個入りの箱とか、はいはい、それからこれは850円ですけども、一回りちっちゃい小瓶のサイズのもご用意されてました、うんうん、なんかいっぱい種類がありますよ。そうですか、うん、3個セットでだいたい2550円、そうですね、税込み価格で販売されております。はい、そしてですね、箱代がちょっとかかる、箱代でそしてですね、あの箱でお買いを求めいただけますと、このようにレシピもついておりますのでね、はい、皆さんいろんな楽しみ方をね、はい、ね、試していただきたいと思います。それでは今日はたぬき味噌とともにですね、はい、CM です。どうぞ。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で、さまざまなご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。はい、本日はようこそお越しくださいましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日は愛知県の豊橋市から、はい、わざわざお越しいただきました。ありがとうございます。こちらはね、大阪で収録しておりますね。はい、新幹線で来ていただいたということで ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。加藤ひろみさんとおっしゃいます。はい、愛知県豊橋市から参りました加藤ひろみです。はい、ありがとうございます。生まれたのでも私大阪なんですよ。そうですか。え、大阪のどちらですか。どこかな。いや、言われてわかんないですけど、私は滋賀県彦根市なんで。そうね。わかんないんですけど。大阪生まれなんですね。うん、はい。大阪ね、はい、清水さんなのでご紹介します。はい、はい、加藤さん、あの、うん、温熱療法の治療院と、はい、温熱セリオシ、はい、それから、はい、もう一つ個性心理学、個性心理学、はい、なんか難しい名前が並んでますけど、個性心理学の認定講師をさせていただきます。認定講師をさせていただきます。ちょっとご自分で自己紹介をして、自己紹介、はい。はい、温熱セリオシ、愛知県豊橋市で琴井温熱療法院という温熱療法のサロンを開業しております。琴井は心の子と栄養の栄で琴井なんですけれども、そう、あの栄養学を学びまして、うん、あとそう心理学と、あとそれで、はい、心と栄養の大切さを、そう、お伝えしたいというか、それで、はい、ね、心の栄養は大事だと、ね、はい、言いますもんね。心と両方ともが、じ
じゃあちょっと難しい名前がね、うん、並んでましたので一つずつ、ね、はい、教えていただこうと思うんですけれど、はい、まずその温熱療法士さん、はい、温熱療法、はい、どういったことなんですかね。そう、あの岩盤ベッド、うん、もう石が温められて、はい、もう石垣芋みたいな感じになります、はい、あのそうドームで温まっていただいて、はい、その上アイロンゴテのようなこうちっちゃいアイロンゴテって分かりますか、ちっちゃいので、はい、もう頭の先から足の先まで温めていきます。なんか温熱ってもう言葉通りですね、はい、体を温めるという意味なんですね。そう、もともとあの漢方の薬局でこのカウンセリングとしてカウンセラーとして入れたんですね。健康もう体温めないと、はい、うん、ね、そう温めた方がいいんですよ。特に女性は現代人低体温、そうそうそう、食べるものでね、だいぶね低体温になってくるって言いますもんね。そうなんです、うん、環境もだし食べ物も影響して、あと心の働きからも体冷えてますので、やっぱ体を温めることによって心の働きもだいぶ変わってきますか。それもありますね、やっぱり、うん、あの冷えてるとなんか全然別物のようなイメージがしますけどね。そうですか。でもやっぱりつながってるんですね、すべてが。体一つながりやからね。なるほど。僕はだってね、昔はね、平熱36度8分。普通やね、普通やったんやけど、うんうん、この頃ね36度は割らないけども36度2分とか、うん、36度3分とか、うん、ちょっとやっぱ低体温の傾向になってます。食べるもんも変わってくるんや。食べるもんはね、うん、本当に食べる量は、ね、量はあんまり構わない。食べ過ぎも良くない。食べ過ぎも良くない。そうか、そう適度に食べて、うん、はい、ね、しっかり温めて、特にお腹が冷えないように、初めは背中から温めて、やっぱ体ポカポカしてきますか。うん、そう、まあまあ、汗出るって言っちゃいけないんですけど、うん、そう、うん、まあね、あ、そう、温めるのでね、そうそうそう、あ、言っちゃダメなんですか。そうなんですよ。あ、そうですね、言っちゃった。そう、でも、そう、とにかく芯まで温める。うん、そう、どういった方が多いですか、やっぱ治療に来られる方は。まあ、美容系で来られる方もいますし、うん、そう、やっぱりここだったり、ここだったり、うん、温めそうそうそう、女性に、ね、ることで必要なところを温めることによって、そう、必要なことを温めることによって、ね、もういろんなものが改善していくのかな。そうですね、改善させる、ね、うん、あくまでも、でも癒しとしてやらないと。癒しなんですか。そうなんです。あ、うんうん、そうかそうか、いろいろね、そう癒しなんですね。癒しとして、いやでも必要ですよね。そうなんです、体温めることを、温かいものの方が、そう、温かくしていればこう勝つ力も生まれてくるというところで。なんかごめん、ごめん、話全然関係ない。清水さんのこと、赤いこれが気になってしょうがない。私が、これが気になってしょうがない。なんか角を立てたくなりますよね。せっかくなの。これがこうするために、こうやって動くの。え、動くの、ペコペコ。ペコペコ。そうそう、見えないんですよ、ね。それは神に言ってしまって、私ちょっと話が入ってこないじゃないですか。ねえ。で、次は、動物でした。はい、個性心理学、個性心理学、そう、うん、ま、一般的には動物占い、はい、え、清水さんはトナカイ、うん、え、トナカイは聞いたことないっていうの。トナカイ僕はね、動き回るトラやそうです。うん、まさにそんな感じ、そんな、ね、そんな感じでしょう。ぴったり、違う、そんな感じですよ。もうトナカイしか見えないです。トナカイしか見えない。今日はでもトナカイがタヌキにしか見えないですよね。私タヌキなんですよ。タヌキ、そう。タヌキもあるんですね。タヌキあるんですよ。そう。なんでこのちょっとタヌキ味噌、ちょっと早速購入させていただきたいと思います。ぜひぜひ、ね、また後ほど ね、購入方法もお伝えしていきたいなと思っているんですけれども。はい、そういう心理学、そうなんです、になるんですか。そう、そう、人の個性を動物でもうイメージしやすく、うん、本当にもう知れば知るほどすごいなと思ってますね。そうですか。そう、こう開業してから縁あって学び始めたんですけど、うん、いろんなことやってるので、本当このすごい成功されてる方と、まあ、病んでる方と両方ともお会いする機会が多くて、そう、もう調べれば調べるほど本当にこのその人らしく生きるって大切だなと。その人らしくな。そう、うん、それやっぱり動物と比例します。やっぱりもうかなり、そう、
なので清水さんが動き回らなかったら本当に大変なことになると思います。病気や、うんね、僕はまあ動き回りたい人やし、実際動き回りじっとしてられないので、落ち着きが、ね、うん、良くないって本当に落ち着きがない、まさにその通りで、うん、直さないでください。あの、ね、はい、息子の結婚式の時のね、はい、あのビデオをね、動画を撮ってくださった方があるんですよ、うん、これを見たらね、ビール瓶持ってあっち向いたりこっち向いたりあっち向いたりこっち向いたり、なんやこの小ぜわしいおっさんはと思ったら自分でした。あ、うん、あ、そう、うん、まさにそこにもう現れてるじゃないですか。もう本当にね、じっとしてられなかったの。じっとしてられ、まあ、特にね、まあ、花婿の親父やから余計にこうあの来賓の方にこうお上手をせなあかん、接待をせなあかんっていうあの義務感もあったんですけど、うん、なんか、うん、なんか動き方がね、直線的にね、うん、こっち向いてたらパーッとこっち向くしパーッと向くしね、うん、でも自分の姿を動画で撮るとやっぱりせわしいです。そうなんですね、うん、らしくて、でもそれがらしくていいんですね。らしくていいんです、そう、うん、その通りで、そう、止まらないように、うん、動き回って活動的に、うん、それマグロみたいなもんかな。動いたら止まって、まあ、じゃあ動いたら、まあ、動いたら死んでまう。あとは止まった、楽しく太陽のラインの方なんで、楽しく太陽出してないと。太陽、太陽、日の出なんかドラえもんにも見えた今一瞬ドラえもんにも見えたら、今横から見てたら楽しくね、本当に、うんうん、自分の趣味がお仕事になると、うん、楽しい、そういう人生だ。そうそう、加藤さんね、あの動物占いをされているっておっしゃってたので、私生まれて初めて動物占いをしていただいたんですよ、ね、何だと思いますか。何ですかね。何だと思いますか。このもう見たまんまです。アナコンダアナコンダ、ワニ、ワニですか。見たままの清水さんにはどうも、ワニに映っているようで。え、いやいやいや、そんなことは映ってません、ねえ、うん、何でしたっけ加藤さん、ちょっと言ったってください。おお、うん、ほら、そう、かっこいい、かっこいい、見たままでしょ。あ、黒ひょう、本当にまさにそんな感じ。今日赤いですよ。今日ちょっと赤いけど、今日、まあね、今日 ね、でもお会いした時 ね白黒、ね、まさにそんな。アナコンダじゃないのよ。かっこいい。アナコンダじゃないのね。ないのよ。おしゃれ。失礼しました。そうなんですって、黒ひょうはね、おしゃれなんですって、うん、やっぱりね、素敵な方多いですよ、うん、あ、そう、なんか腑に落ちひんような風ですけど、それほぼほぼしてるそうなんですって、そう、と思って、ね、なんかちょっと意外じゃないですか。意外じゃないです。非常じゃないです。意外じゃないです。意外じゃないです。のままのウサギちゃんかスズメちゃんぐらいのこと思ってたんですけど違う、そんなに小動物じゃないです動物じゃない、はい、もっと俊敏性とか勢いがある。さらに黒ひょうは、やっぱり黒ひょう、うん、ね、黒ひょうは似合う、ね、似合ってるのかも、そぐわしい、うん、さっきの話じゃないですけど、ほら動物と比例するって言ってたじゃないですか。本当にやっぱりね、らしく生きてらっしゃる方は、ね、人生いいですよ ね、そう、先ほどちょっとお聞きしたんですけどね、うん、あの動物占いにはあの人気の動物しかいないんですって。あ、はあはあはあ、だからアナコンダとかないの。アナコンダないの、寂しいな。ねえ、なんならさっきアナコンダの前ニシキヘビ言うてましたからね。ね、それこれのことでしょ。そう、ニシキヘビ。ね、人気のね、動物しかないということで。動き回るトラ。そう、43番で、はい、53番なんですよ。同じ太陽に。から自分を表現するっていうことが、そうなんですって、うん、ということはとても大切ということは、噛まずに喋れということやね。いや、ちょっと違う、ちょっと違う、噛んでも大丈夫、楽しければ楽しければ、ということはどうなんでしょうね。相性的なものいいということなんですかね。まあ、気が合いやすいっていうのは、そう、まあ、ね、うん、やりたいようやってますもんね。そうですね、女性は思ってそうなんですって、うん、本当にぴったりなことされてるんだなと思って。え、太陽、太陽とは、太陽エネルギッシュですね、やっぱり。そう、みんなに表現するっていうこと、うん、表現するの好きじゃないですか。うん、表現するのが好き、ね、音楽とか、そう、歌とか楽器とか、うん、絵とかでもいいですけど、うん、あと料理とかでもいいですけどね。
幸さんはだいたいね、疲れるっていう状態が似合わない人。疲れる、疲れることがない、疲れるという表現が似合わない人。本当ですか。そう、もう収録終わったらヘロヘロですけどね。ヘロヘロだね。あの、まあ、ビールで結構元気出てきたから。まあ、ヘロヘロですけどね。ねえ、ヘロヘロも元気でね。そう、でもその個性心理学動物占いで、うん、人の相性だとか、はい、例えばじゃあ上司と部下とか、はい、そういう人間関係の相性なんかももう、はい、見させていただきます。ですね、はい、それいい ね、 そうだね。なんかこ う、 うまいこと回らない時にね、会社のそうそうもうこの人には大きい声で怒鳴っちゃダメよとか、あ、はいはい、いうこと聞いてほしかったら小さい小声で支えた方がいい動物さんとか、はいはい、そういうアドバイスがそうそうそうね、そうできるんですよね。そうなんです、させていただいてます、ね、認定講師さんやからね。すごい、すごい、それすごいね。すごい楽しいんですよ。本当にこうお会いする方、お会いする方、うん、本当に それぞれもうそのカウンセリングさせていただいた方からのエピソードがどんどん本当そうなのよって、うちの子ねっていう感じで、どん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 このデータが集まっていく感じが、そうそうそう、あ、やっぱりゾウさんってそうなんだとか、トナカイから顔出てきた、うん、暑いねんて、そうですよね、真夏じゃなくてよかったですね。真夏じゃなくて、真夏はね、はい、真夏は寒いですか、ね、そう12月なんで ね、クリスマス ね、ちょっとイメージしてみましたけれども、うん、汗だくで汗だ、ね、今日に限って暑いっていうね。そうやね、ねえ、ちょっと清水さん、清水さんは何でしたっけ、たぬきさん、え私さん、あ、動き回る虎、社長ですよ、社長、うん、動き回るビール瓶持って、うん、あっち向いたりこっち向いたりこっち向いたり、こぜましい虎。じゃあうちの開発部門と人事部門とまたコンサルティングしていただきましょうか。なんかえらい大きいこと言わんかった。なんかえらい大きいこと言うてる。会社俺一人見え張ったやろ今。見え張った。会社僕一人。適職、やっぱりそのあったことをしていく。うん、適職。そう。でもあの若い頃は、はい、その個性と、はい、まあ、その動物占いの動物と、うん、自分の仕事とか、うん、全然こう、うん、マッチしてないことをやってても、うん、それがだん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 年を取るごとに。うん、年を減るごとに合ってくるっていうこともあります。やっぱ違う離れ、かけ離れたことは。合っていかないとよくないですけど、できればもう私は特に子育てのところから、うん、そう、もうお子さんをその お子さんで動き回る虎のお子さんで、うん、じっとしてたらやっぱり。あ、そう、はい、そうですよね、虎、うん、動くんだから。虎のお子さんだったらとにかくまずはあのお腹すいた状態で注意しちゃいけないとかね、まずおにぎり1個でもいいから食べさせてから、お腹すくのダメじゃないですか、ま、そうお腹すくとね、はい、お腹すくと元気なくなります。そう、うん、そう、だからとにかくまずはご飯食べさせてから怒る何か頼み事するでも何でもまずはとかね、そういうようなことアドバイスさせて、そういうのね知ってると、そうなんですよ、ね、ちょっともうね、ちょっと分かるだけで、その企業の人事というよりも、うん、毎日の生活にも生かされるから、そう、もう何でも使える、お仕事でも使えるし、子育てでも、あと夫婦関係でもね、夫婦関係特に大切です。清水さん、さっき奥様なんか占っていただいたって言ってたじゃないですか。はい、どうでしたか、その通りでした。家内はあの絵とも羊やけど、うんうん、羊っておっしゃいましたね。羊さんです。うーん、そう、羊さん、そうなんです、羊さんらしく、あまりね存じ上げないので何も言えないですけど、はい、あ、はいはい、そう、そう、優しく接してあげてくださいね。はい、はい、優しく接してあげて ね、 ね、虎と羊だから考えてみれば、ガボン食ったらあかんのか、ガガガガガね、虎と羊やん、仲良くしてあげて、僕は噛みつかれてるんですよ。そうですか、はい、うちの母ちゃん怖いんですよ。そうですか、うん、厳しい方も多いかもしれない。うーん、空動き回る虎をしつけを持たらね、うそう、やっぱり厳しく言わないといけないっていうのは、ね、狐羊も厳しくないと、まあ、いや分かることやけども、まあ、夫婦間の相性もそんなに悪くはないと思うんですね、うんうんうん、
も寛容なですしね。そこの許す力。寛容、寛容。許す力が。羊さんには備わってる全体的にね。トラさんは、トラさんは心が寛容なんやけど、寛容、うん、社長だから収録の日に生ビール飲んでも僕は一言も文句言わないでしょ。何言ってるか分かんないですけど何言ってるか分かんないですけど、まあ、そんなこともあるのかな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 、うん、あるのかな。ちょっとね、僕ねボケ入ってきてますからねなんか勘違いされてるようですけれどね。どちら行ったらその占いはしていただけるんですか。どこでもいろいろ私そう行ってます。大阪に来ることもあります時々。ああ、うん、じゃあもう、はい、大阪にももういい先生たくさんいらっしゃいますし、うん、そう素敵な先生。どうしましょうか、うん、こちら出しといてもらっても、うん、ますか。お名前とどれか私どもに連絡いただければ、はい、まあ、私かサスさんに連絡をしてくださったら、はい、連絡をできる中継をさせてもらいます、はい、ありがとうございます、はいはい、ぜひ、ねえ、はい、一度皆さん、私なんだろうって分かっていただくと、そう、ね、あと、そうですね、そう、夫婦関係、お子さん、子育てもぜひ生かしていただきたい、ね、自分の特性だから、これは自分らしくなればいいだけの話なので、そう、それがなかなか、なかなか私なんかもどんなに抑えてるかえそのまま、そのままですねどんなに抑えてるか本当にちょっと幸さん何を言ってるかわからないんですけどもう、ね、自分らしく生きるって難しいんですよ。まあそうやね、本当に、本当にね、らしいからいいですけど、そうじゃない方やっぱね大変ですよ、ね、そうなのでちょっと知るだけで、そうやね、そう、なんか勉強した方がいい方もいらっしゃいますし、うん、人前で出た方がいい方もいらっしゃいますし、そういろいろ本当にいろいろなんです。だから、ね、困りごとの解決方法の一つとして、まあ、会社の揉め事だったりとか、人の人間関係だったり、あとお子様のね、うん、こうどういうふうに接したらいいかとか、そういう悩み事の解決の一つとして、ね、子育てしにくい方、本当大抵はね、言っちゃいけない、一番言っちゃいけないことを言っちゃってるんですね。分かっちゃいるけどってどうなんでしょうね。だからそれをやめて、こう言ってみましょう。そうしただけで本当に変わったっていうのをすごく、そう、それがすごい嬉しい。子供の時、これから成長するっていう段階の時は特にね、大事やからね、うんうん、そう、らしく育ててあげると本当に素敵な大人に、育っていただけると嬉しいなと思ってますね。お悩み事がある方はぜひ、ね、ご連絡いただいて、はい、ね、一つでもね、悩みがなくなればいいなと思いますけど、まあね、この彦根とか大阪からは遠いですけども、その温熱治療をまたね、うん、はい、温熱療法治療院をされてますので、温熱療法は元橋でしかできないんですよ。そうですよね、そう、カウンセリングはもういろいろ行ってます、うん、東京に行くこともありますし、じゃあ、お熱治療はね、またね、どちらにしてもご連絡いただければおつなぎさせていただきますので、そう、大阪から来てくださってた方もいました。今は来ましたけど、そう、通ってくださってましたね、大阪とか奈良の方もいらっしゃいましたね。そうですか、そう、ね、奈良からって結構な距離ですよね。結構、そう、そうですね、大橋に来たことがあった方だったので、豊橋のどちらなんですか。豊橋のどちら、豊橋市、豊橋市です。市内です。豊橋市内です。市内ね、そう、必要な方は、豊橋駅までお迎えに行きます。なるほどなるほど、ね、豊橋市まで駅まで来ていただけますので、はい、皆さんね、はい、ぜひともね、完全予約制になっておりますので、やっぱり連絡もらわないとあきませんね。はい、まず私どもに一言、はい、ご連絡をください、はい、そしたらおつなぎをいたします。はい、はいはい、ちなみにもうさらっとなんですけど、はい、お時間的にはどれぐらいなんですか。1時間半が一応一コースです。でおいくらですか。お熱料が8000円、はい、8000円で、じゃあ1時間半8000円でしていただけるということでね、はい、皆さんお手頃です、はい、ぜひご連絡いただきたいと思います。どのくらいのカウンセリングは、それは時間によっていろいろですか。一応これ言っていいのかな。はい、そうですね、ですね、後で聞いて連絡します。ありがとうございます。今日はありがとうございました。CM です。ありがとうございます。
はい、はい、ね、あの動物占いのお値段聞けなかったじゃないですか。はい、すみません、ね、至らぬ私が悪をございました。でもなんか1万円ぐらいのことをおっしゃってられたのでね。あ、そうですか、うんうん、ちょっとお時間は分かんない、うん、まあでも1時間とかね、はい、そんな感じで多分、まあ、カウンセリングやからね、あのタイマーかけて1時間ではい終わりっていうことはないと思いますけど、あのお問い合わせください、あの、はい、お答えさせていただきますね。動物占いって本当に面白いね。面白いですよね、うん、本当すごいわ、うん、でもあのその何体温のやつ、あ、温熱療法ね、あれはね、うん、1時間半8000円は絶対お安いですよね。はいはい、うん、体はねやっぱり芯から温めるのが一番、うん、そうです、やっぱりね健康、温めることによっていろんなこうね、あの体の中のね、デトックス、そうですそうです、あの良くないところは治ってきたりとかね、治るって言ったかのか元気になってきたりとかね、そう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 しますのでね、はい、ぜひねまた皆様お困りの方はご連絡ください。はい、はい、12月放送ですけれども、はい、もういよいよ、そうですよ、ね、もう年で待ってきますけれども、もう、うんうん、もう年の暮れ、はい、はい、ね、12月クリスマスの思い出って何かありますか、清水さん。だから僕は昔菓子問屋やったから、あ、そっか、クリスマスの時はケーキを、ケーキや問屋さんやで、ケーキを一生懸命くらなあかんかったから、そして、うん、ね、菓子問屋さんもやっぱケーキ売るんですね。ケーキ売ってましたね、メインね、はい、今もねどうなんでしょうね、ケーキ売るって。もう今はもう流通の形態が全部変わりましたね。あ、そうですか、はい、それからまあ僕らの頃はお菓子の問屋さんでやってるのは、うん、あのバタークリームの日持ちのするケーキやったの。あ、いやちょ、バタークリーム存じ上げないんですよ、うん、で、あれがもう今はもう全部フレッシュクリームに変わってますしね、うん、バタークリームちょっと食べてみたいな。アイスクリームケーキはあるかと思いますけど、ね、アイスクリームケーキね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということでね、はいはい、次回の放送は12月24日、この時間、12月28日です、この番組、はい、このチャンネル、このお時間でお会いいたしましょう。それではまたね、バイバイ。